Hazard 6。 はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談に乗っていくというのをね、やっていこうと思います。 Why can't you film me in yet? 前回はなんかデボラっていう妹を、ね、助けるみたいなね、そんな話をしてるんですけれども、まあその続きでね、デボラ殺すですね、多分ね、ここの作家ね、長くなると思うんで、できる限りね、サクサクっとね、ゲームして進めていきながら、So back at that lab, that tape. 実際には、がっつりと乗っていけるように頑張っていきたいと思います。Look, you want answers? You should be prepared to get a couple yourself. 多分。操作慣れてもね、銃が難しいんだよね、これね。はい、じゃあ、ここ先行ったらね、あれなんで、なんか、うー、聞こえてるから、先に質問読みましょう。休日についスマホを見すぎていて、気づけば夜になって後悔する日々です。どうすればスマホを使わないようにできますか？ということですね。なんか似たような質問ね、以前もいただいたことがある気がするんですが、ゾンビいるね。わー言うてる。あ、ちょ、余計なことしないで。はい。そうね。うん。まずは、スマホを捨てましょう。もしくはスマホ解約するかっていうような話はちょっとね、あのぶっ飛びすぎてるんで、さすがにね、そこまでできないと思うから、まあ別の部屋に放り投げてしまうとか、使いにくくするとかっていうのがいいかもしれないね。例えばなんだろうな、あの家族に毎回パスワード変えてもらうとか。まああの手っ取り早くするとすごいプルプルしてる。まあ別の部屋に置いちゃうとか、なんか、棚にしまっておくとか、常にね、っていうような感じで、人間ってどうしても、物が目に見えるところとか、手に届くところにあると、ついついそれを見てしまって、手を伸ばして取ってしまって、で、使っちゃうっていうのが、やっぱ癖づいちゃってるんですよね。だから、スマホの他にもよくあるのがお菓子で、なかなか痩せられないんですよね、っていう人の机周りとか見てみると、なんかポテチとかね、ポテロングとか、ね、チョコレートとかそういうのがね、手に届く範囲に置いてしまってると思うんですよね。だから手元にあるとついつい、まあおせんべいとかね、チョコとかそういったものをバリバリ食べるっていうのが、まあ人間の癖としてあるんで、だからまあひとまず手の届かないっていうところに置くのが第一歩っていうところにはなりますね。と思います。まず一つね。うわぁ、これ欲しいけど、アイテムが今いっぱいなんだよな。どうしよっかな。わざと2回噛まれてみる？ちょっと2発食らって、ハーブを全部ね、やっちゃおうか。とりあえず落としといて。はい、食らして。そう。あ、お上手。もう一発ちょうだい。あ、もう一発。いいね。なんで、まずはひとまず手の届かないところ、例えば机の上とかにそういうのを置いてしまっているとかね、手の届く範囲で家の中で置いてしまっているとかっていうことであれば、まずは手の届かないところに、仕事中に触ってしまうんだったら、もう棚の中にしまってしまうとか、それから、なんだっけ、あ、そうか、あ、これ食っても仕方ないじゃん。何してんだ俺、バカだ。あ、どうしよう、しゃあない。ショットガンぶっ放すか。とか、それから机、あ、家でついつい触ってしまうということであれば、もう別の部屋に置いてしまって、もうそもそもね、あまり使わないようにする、使うのにいちいち時間をかけないといけないというようにしてしまうというところですね。っていう風にしてしまうっていうのが、まず、まあ、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いよね。っていうところからスタートが大事かな。まあ、なんだろう、テクニック的な話をすると、例えば逆にそのスマホを触りたい、触りたくない。で、他のことをやりたいと。例えば読書をすぐに始めたいとかねっていうような話だったとしたら、
20秒ルールっていうのを設けてみられるといいと思います。これ何かっていうと、人間ってその何か物事を始めるのに20秒っていうのが一つのね、なんて言ったらいいんでしょう、まあ基準みたいなものになってくるんですよ。だから20秒以上時間がかかるものだと人間って何も物事始めないし、逆に20秒以内でできることだったら人間ってすぐにね、始めちゃったりするんですよ。だから20秒以内に手に届くような場所にスマホを置いてしまうっていうのは危険な状態になってしまうんで、だから別の部屋に置きましょうとか、なんかちょっと取りにくい場所に置きましょうみたいなことを言ってるのはそういうことなんですね。20秒時間がかかったらもう人間それやらなくなるんで、はい。というところですね。でね、だから、まあ、クッションとかね、本とかの下に置いてしまって、で、ああ、もうめんどくさいな、もうやめとこうかなっていう状態を作ってしまったらいいかなというふうに思います。で、逆になんかこれ始めたいな、読書始めたいなとか、なんかジムに通い始めたいみたいな、ジムに行って体バシバシ鍛えたいっていうような方に関しては、本なんかは、もう枕元に置いとくとかね、ちょっと面白いから見とこうか、机に置いとくとかね、もう、ラジャーでも来れない。そう。とか、あとはね、ジムに行きたいんだけど、なかなかね、通うのが億劫だっていう人は、もう枕元にね、そのための服を置いとくんですよ。うん。服とか、なんだろう、もうシューズとか置いといて、いつでも出れるぜっていう準備をしといて、で、起きたらもうすぐ着替えちゃう。ようこそ。そしたら、もう着替えたら、もう、行きゃないっていう状態になる。戦闘態勢、臨戦態勢 OK みたいな感じになるんで、それが整えば、まあね、すぐにジムに行くこともできるようになりますんで、はい、そんな風にね、やってもらえたらいいかなと思います。だから20秒以上時間がかかるようにしてしまえば、もうスマホ触らずにですよ。それでもついつい触っちゃうっていうことだったら、はい、捨てましょう、早くしましょうっていうところかな。はい、そのところです。じゃあ、続いてですね。はい。ちょっと、確かね、ゾンビ来るんじゃなかったかな。来てるね。来てるっぽいね。まあいいや、押しながらやろうか。初めて付き合った彼女ともうすぐ1年記念日を迎えます。おめでとうございます。おしゃれなデートをコーディネートしてください。ということですね。食らってるし。おしゃれな、情報が少なすぎてどう答えていいかが分かんねえな。難しくない？だっておいくつですかね。あなたと彼女さんがまずおいくつなのか、それから彼女の趣味がどうかっていうのが分からないので、ちょっとこれはなかなか答えるのはシビアですね。例えばそのアウトドアかインドアかでもどう過ごすかっていうのは変わってくると思いますし、ね、あとはそうだな、あとはなんだろう、まあどういう食事が好きかにもよっても変わってくるし、あと年齢によってね、どのくらいのね、クオリティのは、お店に行くかとかっていうのも変わってくるし、どんなデートコースが好きかっていうのも変わってくるんで、まあ、例えば20代前半だとしたら、まあ、あんまり高級すぎるところ行くと、ちょっと相手がね、金銭的な目で恐縮しちゃって、せっかく美味しいフランス料理食べてても、全然喉通らないみたいな状態になってしまうことも考えられますし、逆にね、もうちょっと上で30代とかになってくると、逆にね、カジュアルなお店に行っちゃうと、こんなところって、私ってその程度の女に見られてたのみたいなね、っていう風に思われちゃうんで、まあ、そのあたりが、まあ、年齢によってでね、そのふさわしいお店チョイスっていうのをやった方がいい。逆背伸びしちゃダメです。若かったとしたら背伸びすると相手が全然ね食べてくれないし、会話も緊張しちゃって、ってなっちゃいますから、そこは注意が必要かな。まあ個人的な話でいくと、僕は結構遊園地が好きで、向こうも遊園地が好きだったので、ユニバーとかね、ディズニーランドとか、まあハウステンボスとかっていうのすぐ行きたがって、向こうも声ついてきてくれて一緒に楽しむことができたんですけど、これが彼女さんがインドア派だったとしたら、そんなとこ行ったらアウトですよね。人混み嫌い、苦手みたいになっちゃいますから、だからそこら辺のも、まあ、細かな情報っていうのをもう少し具体的に言えるといいのになっていうふうには思うんですけどね。まあだから そうですね、具体的にちょっとなかなか難しいんですけど、自分がその1日にかけられる予算っていうのをまず決めましょうっていう
ところかな。デートにいくら使う、あ、まあ、デート全体で、食事にいくら、プレゼントにいくら、まあ遊び、まあアミューズメント系ですよね、にいくらかけるかみたいなね、うん、っていうところですね。だから例えば、まあ、遊園地に行きますってなったら、遊園地のそのチケット代、そこで食べる、まあ、間食とか、昼食、昼、夜ご飯とかね。で、それから、彼女に送るプレゼントでいくらで、例えば3万円という予算があります。じゃあ、ディズニーランドだとか、ユニバだったら、まあ、だいたい8000円から9000円くらいのチケット代が出ます。で、2000円くらいのお昼ご飯食べます。で、5000円くらいのディナー食べますって言ったら、9000足す2000足す5000点、これで1万6000円。全然残った1万6000円でプレゼントをするとか、まあ、その、ポップコーンとかチュリとかチュロス食べたりみたいなねっていうようなことを、あ、やばいやばい痛いみたいなねことを、あの、考えるっていうのがいいんじゃないかなと思ってね、と思いますけどね、うん、いうところかな。まあ、あとはその、じゃあ、まあ、デートをコーディネートって言われてるんですけど、じゃあプレゼントどうするかっていうことなんですけど、まあ可能なら彼女にストレートに聞くっていうのがいいかと思います。何欲しいっていうことをね、あの、今プレゼント考えてるんだけど、1年の記念日だし、何でも欲しいもの言ってよって、まあ、何でもって言った瞬間に、ね、あの、とんでもないものを言ってきたら、あの、それはそれでどうかっていうところで考えた方がいいのかもしれないですけど、まあ、そうじゃないんだったらね、別にね、あの、気軽に聞いて、何欲しいっていうのを、あの、ストレートに聞いて、それを用意してあげるっていうのがいいと思うんですね。あ、これ言ってたんだよ、どうぞって言って渡してあげるっていうことですね。で、そうじゃないんだとしたら、そうですね、まあ、普段彼女が身につけているブランドをちゃんと観察しましょうっていうところで、そこまで気使えてるかですね。まあ、1年目くらいの人だったら、多分結構その彼女に好きになってもらいたいっていう思いから、まあ、そういうところをちゃんとチェックしてると思うんですけど、20日のとかだったらね、また別なのかもしれないですけどね、うん、だからね、普段身につけている服とかバッグとか、それからアクセサリーとか、うん、そういったものがどこのブランドなのかっていうのをしっかりと観察しといて、で A というブランドが好きっていうことが分かったのであれば、あの、ちょっとその A のブランドにちなんだ何か、あの、アイテムを買ってあげるとかね、そのくらいはやっぱりやってあげた方がいいかなっていうふうには思いますよね。うん、それはすごく大事。あの、やっぱりなんだろうな、その、好きで買ってるブランドって、その身につけた時の心地よさだったりとか、色とか形とか、いうのが、やっぱ好きでそういうのを使っているケースっていうのがすごく多いんですよね。で、それがあるにもかかわらず、なんか全然違うものを買った場合っていうのは、あのね、結構ね、彼女ってね、がっかりしちゃうんですよ。うん。と思いますよ。うん。例えば僕なんか男でもさ、なんかさ、例えばスポーツでさ、あの、シューズでアシックスが好きって言ってるのに、なんかナイキとか買われると、もう全然履き心地が違うわけですよ。うん、でそんなのなんか、あの、やられたからにはなんかもうね、そんなこと、そんなものを用意された暁にはね、なんかあの、あ、こいつ全然俺のこと見てねえんだなみたいなっていう風に僕だったら思っちゃいますけどね、うん、まあまあ、あの、買ってくれたこと自体はすごい、あの、嬉しいですけど、でもなんか、あの、あんまり大切に思われてなかったんだなみたいなことはちょっともしかしたら思っちゃうかもしれないですけど、まあそんな彼氏めんどくせえって思われたら終わりなんだけど、うん、まあ、もらったものはもらったもの、なんでも嬉しいですけどね、うん、正直。まあ、でもそういうのは大事かなとは思いますよ。やっぱりちゃんと見てあげる、ブランドものはちゃんと見てあげましょうと、うん、いうところですね。であとはもうデートは、あ、痛い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 、あ、やばいやばい、あ、おっぱいの近くプルプルしてる、すごいね。やっぱパソコンとかになると、すごいプルプルしてるね。はい、お返しします。ね、そんなのはどうでもよくって、あ、ちょっ、あ、ちょ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 、人が間違えてる時に、あ、なんか間違えて食っちゃった、よし、
そうだね、デート、うん、あとはまあさっき言ったように予算内であの無理しないデートっていうのをちょっと組み立ててあげるっていうことが大事だっていう話をしましたけど、まさにその通りだと思いますよね、うん、変に気取るとやっぱりね、あのデートそのものが楽しめなくなっちゃうっていうことも考えられるんで、そこは大事にした方がいいかなっていうことですね、はい、であとはあのなんだろうな、僕がやった手って言ったらあれですけど、これはどっちかっていうと、まあ、プレゼントの渡し方になるんですけど、あのね、さっき言ったようにストレートにもらえるならっていう話したと思うんですけど、まあ、もしね可能なんだったらストレートに聞いてプレゼント用意するっていうのは大事なんですけど、それプラスアルファであの相手が予想してなかったプレゼントっていうのを用意してあげるっていうのはいいなっていうふうに思うんですよ。うん、一回相手がこれ欲しいなと思ってたんですけど、まあ、もうちょっとね学生の頃だったんですけど、あの学生にとっては結構高価なあのアイテム、まあ、それは一緒に見に行ったんですけど、でもこんなに高いのも無理だからって言って、まあ、諦めたって、まあ、あんまり物欲のないね彼女で、まあ、今の嫁さんなんですけどっていうところがあったんで、まあ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 と思いながらで、結局その時はねプレゼントとしてリュックサックを買ったんですが、その後にねあのサプライズとしてその欲しいって言ってたね、もうカードケースだったんですけどね、ちょっとしたブランドもののこう買ってあげたことですごいね嫁さんがもう泣いて喜んでくれたっていうのがあったんで、だから相手にある程度の期待をさせるか、まあ、もしくはそんなのないよみたいな風に、まあ、落とすってわけじゃないけど、まあ、伝えておいて、でも実は相手が想像していたもの以上のものをプレゼントするとかね、コースをあのデートだったらそのデートコースを用意してあげるみたいなことができれば、まあ、だいぶねあの大きいんじゃないかなと思いますよね、うん、これはそういうのが大事と思います。それが、まあ、できるかどうかだよね。どうだろうね。まあ、だいぶちょっとあの話が長くなってきたんですけど、まあ、これ大事な話ですからね。まあ、さっき言ったようにでも相手のブランドだからそういうプレゼントとかでもしっかりとご用意ができるかどうかっていうのはやっぱりねあの普段から相手のことをしっかりと観察してあのそういうのを準備できているかどうかっていうことですね。だから、まあ、まだこの動画を見てねあのプレゼントを用意するまでに時間があるということでしたらあのもう少しねLet's hope this is a non-stop ride out of here. プレゼントを探す時間っていうのは、あのついた方がいいかもしれないですね。ブランドが何だったのかっていうのをしっかりと見てね。というところだったかな。はい。というところですね。別に回答になってたかな。具体的な回答になってないですよね。ちょっとごめんなさいね。質問が、ちょっと、情報が少なすぎてどう答えていいかっていうのがちょっとわからなかったんで。そこはちょっと勘弁いただけたら嬉しいですね。はい、その代わりあのお色気シーンということでヌルヌルしてる同床まみれの女の子を見て興奮してください。まあ、そういう趣味ねえよって言われたわけなんですけどね。ジェブラー、そしたら She's trying to kill you. Don't you think you know that? あのね、ちょっと心休まる暇がないの。違う、あのね、やべ、OK、あ、今来てる、これ今度こっち来てるんだよね。とっさのアクションがね、なかなかやっぱできないね、まだね。あー、そっちか。ほい、はい、ちょ、本体を狙う、本体狙っても意味ないって、本体狙ってもちょっと、OK、じゃあ今のうちに、今のうちに、はい、ああ、短い質問でよかった。これだけは子供に伝えた方がいいと思っていることはありますか？ぶっちゃけないなー。なんかあるっちゃあるし、そう言われたらあるっちゃあるし、でも、ないっちゃないっていうところなんですよね。なんか、これ伝えたい、あれ伝えたいって、結局、言って、下手くそだった。結局、それってなんとなくこう、親のエゴな気もするんですよね。あれ伝えたい、これ伝えたいとかっていう話っていうのは、と思いますよ、個人的には。そうだよな。あ、来た来た。だからまあ、つまんない回答と思われるかもしれないですけど、まあ、結論は言うことない
ですね。うん。まあ、せいぜい挨拶しようね、勉強しようね、幸せになってねっていう、まあ、なんかごく当たり前というか、保育園とか幼稚園の先生が言ってる程度のレベルのものなんですけど、まあ、でも、あえてって言うなら、あえてで言うなら、あれだな、子供につけた名前の意味は伝えるかもしれない。なんだろうね、僕は言われて結構嬉しかったのは、やっぱり親につけてもらった名前がこういう意味だよっていうのをちゃんと教えてもらってたんですよね。むずくない？あれ当てなきゃいけないんだよね。あれ本体でよかったのかな、ちょっとわかんない。ごめんなさい。パートナー死んだ。まあいいや。そうね。だから僕がね、親からいろんなものをもらった中で嬉しかったのは、やっぱり名前なんですよ。で、なんか別に意図したわけじゃなくって、そんな小学校とか中学校、まあ小学生くらいの時に、お前の名前の意味はこうなんだよっていうのを教えてもらったんですけど、まあ、人の上に立ったりとか、人のことを助けたりすることができる少年になるというふうな意味で教えてもらったんですけど、まあ、意図したわけじゃないし、小学生とかね、高校生とかっていう、小学生中学生とかっていうのがそういう意味でなかなかね、生きるっていうのはなかなか難しい話だと思うんで、だからまあまあたまたまね、振り返ってみたら小学校中学校高校とかっていうのは部活のキャプテンやったりとか、まあ、コーチングでコーチやったりとかっていうのがあったんで、だから、ね、自分が結構そのつけてもらった名前の通りに生きることができているなっていうのはあるんですよ。それが親からの大きい与えてもらったものなのかなと思ってるんで、それはやっぱり伝えたいなと思うんですね。こういう名前でお前にはつけたんだよっていうことね。だからもしそれでまあ人生長いじゃないですか。僕らの世代ですらね、30前後の世代ですら100年生きるって言われて、2007年以降に生まれている子の平均寿命なんか107歳になるって言われてるわけですから、まあ、そういう意味ではやっぱり生き方とか住み方とかっていうのってどうしても迷う瞬間っていうのは出てくると思うんですよね。そうなった時にその名前が指針になる、原点になるのであれば、その意味を伝えておくのっていうのはありかなっていうふうには思いますけどね。まあ、そんなところかな。うん。あんまりね、差し出がましい真似なんかしちゃいけないですからね。逆にその親が子供にこれを伝えたいっていうよりも、子供が親にこれを聞きたいってなってもらえるような親になっていかなきゃいけないかなって僕は思うんでね。うん、まあ、あとは遺産残さないからごめんねくらいかな。僕の葬式代くらいをね、親に、僕の組織代くらいを子供に出させるようになっていて、で自分の組織代だけ残して、あとは使い切るかな。よし、そうだ。子供って、中学生とか高校生の子とかを、塾のバイトとかね、バスケットのコーチ通して、で付き合ってきたんですけど、やっぱ偏差値とか学力とか関係なしに、子供っていうのは、社会のことを知らないっていうだけで、吸収力とか学習能力っていう意味ではすごい賢い存在なんですよね。それをなんか大人の経験値でああしろこうしろみたいなことを押し付けるっていうのは、子供が長い目で見た時にやっぱ生きづらくなっちゃうきっかけにしちゃうのかなっていうふうに思うんで、そういうの僕嫌いなんですね。だから子供は子供なりにすごく一生懸命生きているわけなんで、まあ、困った時にね頼ってもらうくらいの存在でもやっていいんじゃないかなって思いますね。だからそれを考えたら、なんだろう、別に親から子供に伝えたいことこれだぜっていうのは、まあ、ないかなーっていうふうには思いますね。ってところかな。そんな気はしますね。ということでね、ちょっとチャプターが終わりましたね。あれ死亡回数ゼロ、あれなんかいろいろとおかしいことになってる。ああ、一回チャプター区切って途中から始めたから24分とかなってるのかな。うん、トータルランクも B だしね。期待数めっちゃ少ないしね。そう、なんかそれはそれで悔しいな。まあまあいいや。はい。そんなこんなでね、
今日もちょっと1個が長くなっちゃったんで2つしか答えることができませんでしたが、チャプター2もクリアしたということで、次回チャプター3をやりながらまた人生相談をいきたいと思います。ということで本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイチャ。